真似してみました。なんかリオさんがそう、なんかちょっとこうやってそら後半何もしないみたいなのやってたから、そうやってみたのです。リモコン待って届かない。はい、ということで今日はさえさんの生誕祭でした。なんか普通にそうですね、これさえさんの生誕とは全く関係ないんだけど、なんか今日普通に朝めっちゃのんびりしすぎてね、朝時間がなかったのです。普通にゲームとかたくさんしてたらなんか普通ね、で今日、まあ、生誕だけど5時間やだし早く終わるでしょうと思って、そうしたら全然いけたから、はい、今日はサイさんの生誕祭でした。そうなんかね、かわいいです、サイさんは。なんかさ、そう、なんか私が HKT のを知ってから、私がねそう HKT を知ってからこのホームページとか見に行くじゃないですか、やっぱり。でホームページとか見に行って、なんかその時にこうやってどんな子がいるんだろうって思って、どんなメンバーがいるんだろうと思ってさ見るじゃん、プロフィールをメンバーので、私なんかみんな可愛いなとか思うけど、なんかその中でもなんかさやさんが一番可愛いって思って、そうそう、いつの話わかんないけど、どんなやつか分かんないけど、そう、まあ、壁写とかがあって、これをさ見ててさ、どんな人がいるんだろうって思って見てさ、一番ささえさんがさ、私はねその時ね好きって思ったんですよ。で何か、そっからそう、でもさその入る前はそう思ってたわけじゃん。でも入ってからさ実際に会ってさ、なんか毎年なんか違う可愛さを更新していってるのがすごく可愛くて、そうなんか昔はなんかちょっと可愛い、今も可愛いんですけど、なんかねなんかよりお姫様感が強い感じ、今もだけどね、そう昔はなんかめっちゃ可愛い、なんかもうお姫様感、なんか妖精のお姫様みたいな感じだけど、なんか今はなんかお姫様のトップっていうか、なんかもうね、なんかいつまでも経っても可愛いです、サイさんは。毎年毎年違う系統だけど、そう、かわいいです。なんかお姉さん味が増して、なんかもうね大人の感じがあって、めっちゃかわいくて、そうそうそう、女王様みたいな感じのさ、まあなんか女王様とお姫様の感じ、かわいいです。これ後ろ汚いよ、私大丈夫かな、大丈夫だよね、そうね、いやめっちゃ可愛くて
だってなんかいいなって思って、どうしよう、コンタクト外そうかな外そうかな。そう、しかもなんか6期生の面倒とかもたくさん見てくださるし、そうなんかいつまでたっても可愛いしね、その生で見てもめっちゃ可愛かったです、愛さんは入ってから生で見てもそれ優しいんじゃない、そう、そうです、かわいいかな、なんかもう声もかわいいし、今はね、そう、生誕祭が続くので、次はレイラちゃんの生誕祭でして、そう、アキさんも帰ってきますし、で、そのりょうちゃん次はいぶきさん生誕祭です。あ、そう、あとね、なんかね、私のさ生誕祭の時に家族が見に来てくださったんですよ、見に来てください、見に来てて、なんか見に来てて、その時にもうね、私のお兄ちゃんとお母さんと、お母さんの妹はなんかもう全員さえさんがそう可愛かったって、まあ、そうなんかさ、そういう話ないじゃん、コンサートとかさ来てたら誰が可愛いと思ったみたいな、でどのあれが推しみたいな感じで言ったら、そう、サイさんってなんか楽しい土日も終わっちゃって、明日からは坂上がり公園のリハがまた始まりまして、私は20日の方にね出させていただくことになりましたので、皆さん渋谷に藤子が選ばれた気持ちもあって、そう、なんかさえさんが質問ボックス、質問コーナーの時に、そう、なんかメンバーとロケ行くなら誰とロケに行きたいですかっていう質問があった時に、なんか私って答えてくれてたくださって、なんかみなとはなんか前ロケ行ったことあるらしいけど、
そうそう、まあ詳しくは DMM をご覧くださいって感じで。そう、私だけに行きたいメンバーで選んでも、でもなんかわかんないけど、なんとなくなんかそういう質問ボックスでメンバー、まるまるメンバー誰ですかって聞かれた時、なんかさえさんに選んでもらえる自信があったの、私。なんかめっちゃそう、さえさんになんか選んでもらえる自信があってなんかでも嬉しかった。なんか分かんないけど、もうさえさんに言ってもらえそうな、私選んでもらえるような気がしたんですよ。でもなんかリノさんの時もそうリノさんの時もなんか選んでもらえるんじゃないかなってなんとなく思ってたから、まあ実際に選ばれると嬉しいですね。15人も選択肢がある中で15分の1の確率だから嬉しい。ロケって言ってもらいましたね、嬉しい。ちょっとコンタクト外してくるわ、手洗ってくる。最近さ、カラコンを撮るのがそんなもう苦じゃないからさ、ちょちょって撮れちゃうんですよ、私。あ、撮れた。え、待って、今めっちゃさ撮ったさ、あれなかったんだけど撮れてた、よかった。やっぱ変わりますね変わります、これは。だいぶ、変わります。でもさ、やっぱさ、コンタクトをさ逆さで入れた時ってね、そのコンタクトもさあるじゃないか、裏表が。やっぱ逆さで入れたらさ、逆側で入れたらね、辛いよね、目が痛くて。コンタクトして寝ちゃったままは全然ある。あ、1回だけある。でもお昼寝ぐらいのネタなのね。なんかお昼寝ぐらいのあれならある、コンタクト入れたまま684日目。そう、でもそれで、ね、もう普通に寝たことはないね。なんかもう目が辛いから、なんかなんだろう、他の人とかはっていうと、目が悪い子とかはさ、もうさ、もともとコンタクトがないとさ
なんかそう、もともとコンタクトないと見えないから、コンタクトかメガネしないとってなると、コンタクト外すのめんどくさいしってなってさ、多分入れたまんまとかあると思うけど、私は別に目悪くないし、コンタクト入れても入れなくても変わんないから、変わるのは黒目の大きさだけだから、そうそう、だからもうすぐ外したいって思って寝たことはないかな。ではね、小さいねカラコンをね全部使い切ったから、ちょっと大きいのをね今から使おうと思います。たくさん2週間分。透明いいんだよ私全部。でもなんか片方の目が悪くて、そうこっちがね、こっちはもう近いのしか全然見えないから、でもなんか本当に右目だけなんか見えなくて、なんか右の方が疲れてるらしくて、私はでもなんか、でもね両面合わさったら全然見えるので、はい、なさらずって感じで、やっぱ目、黒目ね、なんかカラコンのなんかいいサイズみたいなのがあって、どこだっけ、定規がなんか目の2分の1がねいいんだって。最近答え出演してない、なんか今さっきもそう出演してないんだけど、今さっきもお母さんが小太郎を私の部屋の前まで連れてきたけど、めっちゃ小太郎嫌がっててその後私も抱っこしようと思ったけど無理だった。でもさ、小太郎が好きでさ、私の配信見に来てくださる方もさ少なからずはいるのでねえ、あんま小太郎は大体夜はあんまりなんですよ。朝とお昼じゃないと小太郎は素直に、そう夜って言ったらもうね、この時間はね結構激しめ、7時とかじゃないとね、そう猫ね、猫はねもう夜になるとね運動会かってくらいもうなんか開いてる、ね、なんか今加工が、そうもう夜になると運動会が始まります。小太郎はそうめっちゃもう一人でねバタバタ、なんかこの前寝れなくてめっちゃ夜遅くまで寝てたと起きてた時があったんだけど、その時はもう3時とかなるともうにゃん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 だけしてブタ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 ってしてて、何してんねんって思いながら、そうかけっことなんか登る系、か
結構となんかジャンプしたり、なんかあの障害物競争的な感じかな。そうかけっこと障害物競争を延々と一人しています。あと応援団長みたいな、にゃん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 泣いて可愛いんだから。でもお母さんもね、小太郎は全く甘えてくれないから、その甘えてはくれるけど、なんかその自分の都合のいい時とかしか甘えないから、あのねもし2匹目を飼う時があったらもっともっと懐いてくれる子にしようねってそう、小太郎が甘えてくれないからさ。でもさ、その子が甘えてきてたら、俺も甘えたいんだけどってなるかもしれないじゃん。いいあの影響をもたらすかもしれないので、とてもいいです。猫朝早起きだよ。普通に5時に起きる。5時起き猫は。なんかさ、話変わっちゃうけどさ、なんか私さ、メールをね、今月は頑張ろうと思って頑張って見てるんだけど、なかなかなんか送れなくて、そう送れなくて、そうそうそう、なんかメール頑張りたいと思ってるけどなかなか送れなくて。でも7期生の子たちのメールが始まったじゃないですか。でみんなね頑張ってるじゃん、すごく。なんか堤風花ちゃんと中野みなみちゃんのメールがもうすごくて、私さ、中野みなみちゃん何つ送ってんのと思ったの。私普通にメール見てて、なんか中野みなみちゃんもうめっちゃ出てくるの。めっちゃこうやって見てたら出てくるから、えっ、ー、って思って、何をそんな送ってんだと思って、とりあえず一日どんくらい送ってるんだろうと思って、そしたらもう、あ、そう、石原ちゃんもね結構送ってくれる、送ってるよ、めっちゃファンメンさん送ってくれるね。そう、メールを送ってくれるじゃん。なんか中野美奈ちゃんしか数えてないけど、今日は10通くらい送ってて、昨日は14通くらい送ってたの。そう、やばいなと思って、なんかもう影響されて、もうすごくあのね、いい刺激をもらえます、7期生の子たちに。そう、今日ねクレちゃんとお話ししたんです。私クレちゃんとお話しして、クレちゃん可愛いなってそう思って、クレちゃんにお話しかけてみて見たの。なんかクレちゃんこうやって呼んでトントンってしてみるじゃん。なんかそしたらなんかね、そう、なんかやってたのよスマホで。好きなのって言って、そう、なんかそう、なんかまあね、こうやって普通におしゃべりするじゃん。そしたらね、もうはいしか答えてくれなくて、はいしか答えてくれなくて、もうね、でも可愛かったのすごく、それがなんか真似するね。で私が楽しいそれって、はいこんなんじゃないけどふふみたいな、ふふみたいな、なんかね、ね、本当に可愛いからさ、そう、最年少の可愛くないですかね、本当に。なんも私が喋って、私も人見知りだからさ、すごくさ、緊張するの、いくら年下の子たちでも。
緊張するのにクレちゃんがはいしか言わないから、私まで緊張、人見知りが発揮しちゃって、クレちゃんって人見知りだよねみたいな、私もはい。そうで、違う、なんか、なん、あ、私になんか質問してみてって言ったの。なんかそう、なんかまあね、ないかもしれないけど、なんか喋ってほしかったから、はい以外の言葉を、はい以外の言葉を喋ってほしかったから、なんか私に質問ないって聞いたのね。そしたらなんかもくれちゃんが好きな曲はありますかって聞いてくれて、私はこれが好きだよって、この歌好きだよって、この歌手、このアーティストさんが好きなんだって言った。くれちゃん何が好きなのって言った。多分だけど、夜風の仕業とかを言ってて、大人だなって。でもくれちゃんはなんかそういうなんかね、もう歌が上手いけどさ、なんかもうすごい歌の上手さだからさ、なんかそうそう、多分夜風の仕業的なさ、落ち着いた曲の方がさ好きなのかなって思って。そう、先輩できて嬉しいのです。たくさん仲良くなりたいなって。なんか私的に思うのは、あの、なんだろう、ちょっと経って仲良くなるとよりかは、今のうちから自分から言ってた方が、なんか後から仲良くなると多分もういいやと思っちゃうと思うんですよ。なんかわかんないけど、いいやと思っちゃうっていうか、なんか今更話、なんか私がまあそういう内気な性格っていうのもあって、なんか今喋りかけちゃってもかけてもとか思っちゃうから、その前にちょっとさ話そうと思って、たくさん泣き世の子はなんかありがたいことに人見知りが全然いなくて、みんなわちゃわちゃで明るい子たちが多いから、私が多分ちょっと反応したら普通にね、多分それ答えてくれるから、倍で返してくれそうな子が多いから、仲良くなりたいです。はあ、終わりましょうかな。終わります。13位、イッシーさんありがとうございます。12位、なっちゃんさんありがとうございます。11位パルサさんありがとうございます。10位ヤスノリさんありがとうございます。9位イッチロイスさんありがとうございます。8位カンさんありがとうございます。ちょっと待てよ。7位ステックさんありがとうございます。6位ムックさんありがとうございます。5位ウッチーさんありがとうございます。4位ポテチーさんありがとうございます。3位ちゃんとぐさんありがとうございます。2位タモちゃんさんありがとうございます。1位シミシミさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあねー、バイバイ。いい夢見てください。さよなら。